はい、どうも、はじめきよしろです。はい、事件が起こりました。ここにね、市内があったんですよ、僕剣道部、元剣道部でね。で、がっつり学校の名前と本名が載ってて、ってなっちゃったし、そもそもなんか、ここになんかね、はがきも置いてあったし、ふざけんなよ。もう、全部最悪だ。個人情報に紛れてんな。俺の部屋にも個人情報入れんのやめた。絶対入れねえもん。まあね、ということでね、チャンネル、まあ、チャンネルの時のなんか説明文あるじゃないですか。俺、口で喋るんですよ。口で喋ってバグった文章にするっていうバグみたいな遊びしてるんですけど、まあ、そういう遊びの本当の音声をここに20分くらい録音、まあ、録画してたんですけど、全部そのデータ消すことになりましたね。あー、もうやってらんねえって言って、本当に怒ってないけどね。もう普通に怖いから消したってだけでって感じですね。これね、度がちょっと強いメガネ。喋ることなんもねえな。3倍ねるねるねるねがすごい量多かったっていう、3倍ねるねるねるねよかったね。うん、よかったよかった、ほんとよかったよ。今度次5倍、ぶっ飛ばして10倍いっちゃおうかな。10倍いっちゃおうかな。いや、どうしよう。俺なんか買いたいものをさ、どうしようかなって思ってて、まあ漫画買いたいでしょ。で、音楽も買いたい。まあ音楽も CD 買いたいでしょ。で、なんかレコードもね、手出してみたいじゃん。でもガキんちょだからレコーダーやめようかな。ガキだからレコーダー手出すのやめようかな。 CD と漫画、今欲しい CD が合わせるかな。7000円くらいになるの。7000円くらいになっちゃうよ、なっちゃうよ、なっちゃう、ちゃちゃちゃう、ちゃちゃちゃうよ。いや、でも CD でもっと安くなんねえかな。まあ、漫画とかさ、1冊100円とかになったらすんごい安くないですか。モブサイコ全部100円だったら1600円ですよ。いや、モブサイコ俺最後まで見たいなと思って、モブサイコ俺はなんかねっておかしいな。ちょっと度が強すぎて気持ち悪いんでやめますけどね。あと普通に紙で買うのもうやめよう。7つの大罪とワンピースももう電子にしようって思ったんですよ。そしたらね、やっぱ集英社ってクソだから何なのか知らないけどさ、1ヶ月後に発売するじゃん、あの嫌がらせ。なんで1ヶ月も待ってなきゃいけないの。で、ね、カラー版はなんかワンピースは2年待たせてるし、2年ですよ、2年、丸2年待たせてるんですよ。はってなりませんか。普通になんかえってなるよな。やろうと思えばカラー版なんか和の国で全然カラーでできてるのたまにあるんですよ、描写で。なんかね、ビブルカードとかで見りゃね、なんかサボってんのか知らないけど、サボってんじゃねえんだよ、すごいかかるんだよ、人件費が。でもかわいそうじゃん、ね、かわいそうじゃん。イラストレーターってとんでもない、ね、低賃金なんでしょ。やばいよね、ゴミだから早くやれって言ってるけどね。まあ、でもワンピースだけにそんな人員をそぐってあまりにもねって話じゃないですか。みんな全部同じ漫画なのに、まあ、売れてるのだけすごい明らかに待遇がいいっていうのもどうなのかってならないだろうって思ったけど、他の漫画も全部やってるしけど、なんかジョジョはすごいよな、全部カラーになってるんですよね。いや、ワンピースも一緒か。いや、でもカラーっていいのかな、ね、いいんだろうな、俺バカだから分かんないし、俺とにかく全てになんか愛情とか情熱がないんですよね。だからなんかふんふんって読んじゃうんですよ。読み込まないんですよ。流し見みたいなのでそんな300円とかね。あ、今デオの匂いがきついなって思って流し見しちゃうんでね。ピョン吉ですからね、一応。普通にこれで著作権とか言われたらさ、怒るけどね。なんでってなっちゃうよね。服着てるだけじゃんって話だから。まあ、そういう服もでね、あ、そうですよ、最近なんか自分の描いた絵がね T シャツになったんですよ。汚ね、ほこりが、こんな新品ほこりがね、俺が普通に極秘じゃなくて自分で染めてた T シャツですね。はい、これ作っちゃって大丈夫だよね、個人情報。糸くずがじゃじゃんですよ、じゃじゃーん。どうよこれ。ほら、よくわかんないキャラクターですね、こいつです。
は僕が描きました相変わらずすごい下手な絵ですけど、まあこれはなんだろうな、立ちのその姿勢はクロマニヨンズの高橋芳雄をイメージしてますが、まあこれよくわからないやつができましたね。なんかアップルのメモの中で出せる色、その時はなんかすごい色が少なかった気がするんですけどね。まあ本気を出せば色はもっと出したはずなんですけど、色が少なかった。いやシワがすごいな、早速、まあ、来ませんよ俺は、うん、普通に大事なとか言ってて全然シワシワだけどな。まあいい服が来ましたんでね、まあ今度着たいと思います。すごいな、よくわかんないな。2秒で肩が治るってやつやろ。治んないでいるね、これじゃ。何も関連でな、逆に凝ってる感じだよな。ああね、への後の声の方がでかいっていうね。ああっていうね。まあ今日もへ収穫ね。へのハーベスト、ヘーベスト、ハーベストって言うじゃん、秋の収穫祭。もう終わったか、ハーベスト終わったか。あってことでね、こんなんしてちゃダメですよみんな。はあ、喋ることなんもねえな。あ、 T シャツ作ってよって話。あのみんなに売る気はないです、そんなに、うん、やろうと思えば。でもね、めんどくさいな、めんどくせえわ。まあね、何個もデザインはあるんですけど、普通になんか日練習のおじさんとかもそれのデザインの中に入れようとしたんですけど、日練習のおじさん、西練習のおじさん面白いじゃん。宗教のおじさんってなんかあんま触れちゃいけないっていうタブー感が面白いじゃんっていうので、浅はかな気持ちでやりました。うん、吉尾パクってんじゃないのかって言うけどね、顔に手と足生えてっかんな、こいつは。顔に手と足が生えてるんで、あのパクってない、パクったとかじゃないんだよな、そもそも。まあパクってんのかわかんない。その自分のね、キャラクターですから、俺が適当に刺さって書いたキャラクターをね、いいんじゃないかなって思って、俺は楽しいなって思ってやってます。普通に著作権じゃん。まあ、こんな感じでデザインしてます。デザインしてますって言わないけど、どうよって話ねどうよでもないな。普通にあと三井フートさんのね、まあキースヘリングの周囲とも呼ばれてる方の iPhone ケース、なんとなく欲しいなと思います。いつか買わなきゃな。いや見せんで。白だとねやっぱ分かんないんだよな、時間が。みんなには見えてないけどね。ああ、 F11 押しても何もならなかった。全画面化とかならないんだな。まあ喋ること何もなくなったな。まあ、読みたい漫画がいっぱいあるってことかな、話しようか。いやマジでね、漫画の良さに気づき始めた。まあアニメもいいんだけど、俺はやっぱなんだろうな、
すごいすごいだと読むんですよ。パー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 、大体分かりゃいいなみたいなノリで見るんで、本当に愛と情熱のない人間なんですよね。 YouTube だけが超好きなんですよ。お尻かゆ、今日お風呂入ったけどね、体洗わなかったですね。すごかったっす。いやそんな報告しなくていい。いやもう赤がすごい、もう汚ねえ、なんかねえやつがペペペペペペペって、うわ汚ねえねーって思ったけど風呂入んなかった、風呂入んなかった、体洗わなかったっていう不潔伝説がまたね。いやもうシャワー浴びようかなって思ったんだけど、風呂洗ってねおしまいにした。俺風呂洗ったらすごいっすよ、すごい汚かった風呂、あんま見てないけど。このケツ触った手で目触ったら絶対目やばくなるじゃん。やっちゃうってならないよ、さすがにならない。あと辛口のウィルキンソン、あもう吸わんのやめた、ケツかゆ、こいつね蒸れるわ、ケツが蒸れる、ケツかゆいもんな。すごい下品なチャンネルだな。ケツを拭いてさ、うんこついてたらどうすんだよ普通に。はい、だめー、あーじまひろしおです。まあね、最近何かありましたかい。パッ、おしまいです。漫才ってすごいね、面白いものっていいよね。いや最近大将さん見たらむちゃくちゃ面白かった。大将さんの動画見たらね面白かったんですよ。ですごいなって思ったけど、パンサルシリーズ最初から見返そうと思ったけど、あの持久力がなかった俺には。レッツカーフー、テレルルルン、テレル、ケツかゆ、あーケツかゆ、ケツかゆ、今を生きる喜びをランララン、Keep on living。 何しよう、あんま喋ることないな。いやー久々にね、メロンフロートだっけ、フロートメロンって言うんだっけ、まあ、アイスクリームクリームソーダ、メロンクリームクリメロンクリームメロンソーダ飲みてえなって思ってさ、きりたんぽのなんだほらどやクリームソーダやでっていうやつ見たらな、ああいうのあるじゃん投稿で、前もなんかツイッターで見たんですよ。すごい、都内かどっか知らんけど、クリームソーダの店を並べたな、クリームソーダ店カクカク、店それぞれのね、あのクリームソーダ並べた写真とかあってね、うまそうだなとは思いましたね。やっぱそれがなんかマックで売ってるんじゃないかと、いいじゃないか、行く、でも店舗限定でも売ってるでしょってことで行きたいんだけど、外出たくない病でさ、ほんと外出たくないんだよ。外で出たくない理由1、まあ2つ2個ありますけど、あこの椅子ぶっ壊れてんだよな、だから椅子欲しいんだよな。ね普通にあの登下校してる元俺あのなんだ後輩に会いたくない、まあ後輩なんて言いませんけど、ガキンチョに会いたくないっていう、俺もガキンチョだけど同じガキンチョに会いたくないっていう、いわば同族嫌悪、いわばとかじゃなくてまさしく同族嫌悪ですよ。いや同族嫌悪とかじゃないんだよな、普通に見られたくないんだよ、だから透明人間になりたいんだよ、うん、そのなんだろうな、透明人間のそのね、ああいうあのああみんなあ透明人間って言ったらあれみたいなメリットあるじゃん、あれはいらないから、もう嫌だ、本当は欲しいけどね、本当は欲しいけど、でもいいから、あそれはだから透明人間でなんか店とかに入ったらして、うん、直前でシュンってなるみたいなね、嫌だよね、でも最近一個大きなことがあってね、
これ話そうかなってずっと悩んでたんですけど、普通にお母さんが入院しちゃってね、結構な大変な病気っていうか普通に辛そうなんですけど、入院する前なんかお母さんはね、入院してる間なんかご飯代として3万円くれたんですよ。この3万円何が何でも使いたくないって思って、マジで食べるの節約してたらあんま食欲がなくなってきたんですよね。ほんと欲しいものがいっぱいあるから何が何でも使いたくないんですよ。すごい長い入院になるって悟ってそれくらいくれたのかわからないですけども、まあ、くれても何が何でも俺は使いたくない。もうだから今日行こうと思ったんです。すごいいい天気でしたけど、天気とかでバレちゃうけどさ、いや超いい天気だったので、超いい天気だったけど行きませんでした。結局ね、この時間になったらね、この時間が何時か分かんないけど、大体もうこの時間になったらね、普通に登下校、ガキンチョどもが登下校し始めるんで、下校し始めるんで嫌だなって思って、会いたくないんですよ。ガキンチョが自転車乗ってんの嫌じゃない？いや俺もそうだけどさ、怖いじゃんあんな、無理じゃん、うわーってなるじゃん、殺されじゃん。あと普通にコンビニで同級生がバイトし始めるってね、やめてほしいなって、バイトすんなよって思いますけど、バイトするんで逆もうもっとね行けなくなるっていう、悲しいよな。ああ悲しいな。だから外行けないよっていうのと、普通にめんどくさくて行かない、外にね、とんでもなくめんどくさくてもう行かないで、お金使いたくないとかいろんな理由があって行ってないです。外にはもう行かない、絶対行かない。お金もこのね3万円死守します、します死守します。しますよ俺は、絶対してやる、絶対して俺はいっぱいね、欲しいもん買っちゃいます。漫画今呼びたいのなんだ、モブサイコで、とあるなんたらかんたら全部読みたいよね。でも俺は本でもね、電子版の良さにね気づいてしまって、いや電子版早くやれよって思っちゃってるんですよね。だから俺マジでね、やめてほしいな、その1ヶ月なんか切りよく1ヶ月するのやめてほしい、1週間くらいにしてほしいよね。うん、電子版の良さに気づいた俺は。電子版めっちゃグッド、住宅街めっちゃラブ、いいですねあれ、住宅街めっちゃラブっていうよな。いやーほんとね、電子版はいいよ、うん、電子の良さに気づいた。本俺もクソだなって、もうクソだなとか言い始めたらおしまいですけどって感じ。ほんといいな、いいよみんな電子版いいぞ。で前も話したかな、ワンピースマガジンのね手配書クシャクシャってやったらいいんじゃないのみたいな言ったけど、最悪でしたね、絶対くしゃくしゃにしない。でもまずそもそも手配書に折り目がついてるのちょっと腹立つしな。うん、なんかあ、また赤が出ちゃう。はー、まあね、この3万円を死守して、もうね俺は絶対に買う。でもしこの3万円が取られるようなことがあったら、もうその直前でバカ買いしてくる。もう待ったんですよ修学旅行で。俺は修学旅行クソつまんないから、親にもらったお小遣いを、なんだろうな、後で楽しいものに使おうって思って全く使わなかったんですよ。杖買ったくらいで終わったんですよ、おじいちゃん用の杖買っておしまいみたいな。ハンドスピナーも買わなかったし、俺普通に家にあったし買わないで行ったけど、普通に俺の大嫌いなお父さん、親父、じじい、親父じゃないな、親父お父さん、まあ、パパ、まあ、パパに取られてね、もう、あーって、そんな一言すんのかよって思っちゃって、泣きそうになりましたね。いや、修学旅行用のお金とはいえ、でも修学旅行つまんないんだよ。うん。ある一点を除いて、その一点の説明は省きますが、それ以外、何一つ楽しくはなかったけどね、USJ のね、ハリー・ポッターは楽しかったです。あれだけは楽しかった。もし俺、はじまランドパークみたいなの解説したあれ20個くらい作ります。あの USJ のあの濃さなんかメガネつけて映像が流れつつふんふんふんってなるやつね、あれ俺20個作ります。うん、100個作ってもいいよ。うん、楽しいもん。いやみんなにね、あの楽しさをもう瞬間で分け合ってほしいんだよ。並ぶのとかめんどくさいじゃんみんな。俺専用1個作るわ、俺のなんか知り合い専用だけ作る、それしか知らないですけどね。あとはハリーポッターも一から読まなきゃな。うん、
ね、読まなきゃな、うん、声でかいな。いやでも声のでかい雑談っていいな。普通に近所迷惑だけど声の大きい雑談っていいよねっていうお話でした。うん、勢いだけあって、でも声がでかいとなんかこいつ面白いこと言おうとしてんのか、面白いこと言ってるのかってなって、いやこれつまんな、やば、もう見ないってなっちゃうね。だから声大きくするのやめようかな。視聴者獲得のためにはやめようかな。っていうかなかなかチャンネル登録者200人いかないな。あと4人です、4人ですって言ってもこうずっと俺200人にいけない人間なのか。そりゃちげえだろ。そんなもんじゃねえだろ。あのうろ覚えネテロのモノマネでした。俺のぶってやつはそんなもんじゃねえだろ。当たり前じゃねえからなみたいな。いや寒いな。すごい極寒でした。はあ、ちょっとつまんなくて泣きそうですね。つまんなくて泣きそうなんで飲み物取っていきます。いやー、はじめ九十郎ですよ。ちょっとさっきプシューってなっちゃったやつね。まあライフガードうまいな。まあこいつはザタンさんですが、ライフガードうまいな。本当に何なんだあいつ。マウンテンデューもうまかったけどあんま売ってないんだよあいつ。海外の飲み物だしな。海外のマウンテンデューあんま美味しそうじゃないけどな。マウンテンデュー日本でも売ってほしいな。あの海外のマウンテンデューを、なんで海外のものには日本にないんだろう。まあ、コストコ行けあるか、あのマウンテンデューも。もういちいちうるさいのやめよう。マウンテンデューいいぞ。普通にマウンテンデューいいぞじゃないんだよ。マウンテンデューはいいぞ。マウンテンデューいいぞ。テレンテレレレレレレンレレレンレン。クールマウンテンデュー味。永遠ですか、永遠です。画像見ちゃいますか。美味しくないね、ザタウンさん。なんでレモンなんか入れてごまかすんだろうな。普通にレモンじゃない味もあるんですけど、普通にね、おばあちゃんに買ってきてもらいました。おばあちゃんに買ってきてもらったんですけど、おばあちゃんのチョイスやっぱイカれてましたね。なんでそんなもん買うのっていうもんしか買ってきてなくて、まあ俺のことを思ってるって言えそうなんですよ。ジュースとかなんだら体に悪いんで、なるべく炭酸系ばっか持ってきてくれたんですけど、まあ、そういうことですね。うん。チョイスはちょっとすげえびっくりした。もうびっくりするチョイスしかしなかったよ俺のおばあちゃんは。腹減らねえんだよな。お母さんがいなくなったからねって言って、お母さんに家事任せてたらすごい怒られそうですけど、なんかお母さんやい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 やってなんか外吉どもがうるさくなりそうですけど、いいじゃんって任せてもって思ったけど、お母さんがいないと不便かっていうとそうでもないですけど、楽じゃなくなるっていうね、その道具みたいに思ってるクソ野郎って思ったらね、ほんとうるさいよみんな。サムネイルみたいな、ここで本当に AI がパシって撮ったらどうする。 AI が確認して、まあ多分第三候補までにはこの顔は入ってくるだろうけど、ああ、お腹空いてきたか、そろそろ。はあ。あ、もう23分も喋ってんのか。お風呂入ってないんですよ、今日。あ、お風呂入ったんだ。シャワー、てか、体洗ってない。すごいな、俺。やっぱバカだな。
もうぼーっとしてんだよな、普通に。目に超えたら普通にね。普通にっていうのが口癖なんで、この口癖やめたいけどしょうがないな。まあ普通に普遍的に、基本的に、資本的に、適的に、ビフ的に、ビフ的的に、ビフ的的的に、ニューニュー、あーあーあー。本当にね、すごいな。浅い外吉だな。浅発狂。いや、発狂じゃないよね。全然ちょっとおかしくなってきただよね。ちょっとローラちゃん、ローラちゃん、ローラだよ。はじまーだよ、はじまーだよ。あー、足首痛い。コリ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 くるくる回すと寿命が縮む。やっぱ立って喋った方がいいな。立って喋ったら俺見えなくなるんだよ。メガネつけた状態の視力が 0.4 らしいです、僕。やばくない？それはないとは思うけど、結構見えるけど、これで 0.4 なんで。で、どの強いメガネつけたら 0.9 って、いや、どうでもいい情報をね、投下しましたけど、まあ、どうでもいいことしかないんで、僕のチャンネルには。そんなね、ためになるもんなんて一つもないですから、何も生まれない環境ですから、むしろ減らしていってるスタイル。それはさすがにダメじゃんって。何も作らなくて面白いものなのに、むしろ減らしてあんま面白くないっていう。悲しいな。何を減らしてるんだ俺は。逆に逆を行こうとしてるけど、俺何も減らしてないだろっていうか、みんな減らしてるだろ。そんな、炭酸きつい。お腹冷やしちゃうな。これパンツあげよう。あ、パンツじゃない、ズボン。でもなんかズボンのことパンツって言うらしいっすね。紛らわしいよな。パンツがあってパンツって言うんですよね。ボトムスとかなんかムカつくな。ズボンって言うのに、ズボンって言うのに。やー、何の前さんさんみたいだよ。おいおいピョン吉。これピョン吉じゃないよね。ピョン吉って呼んでるけど、絶対こいつピョン吉じゃねえもんな。多分違うと思うんですけど、ど根性ガエルですね。根性、根性、ど根性。まあ、実写版ド根性ガエルのエンディングテーマは一応クロマニオンさんのエルビスカッコカリですけど、カッコカリカッコとじゃカック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 。いやー、2日後19日、何が発売ですか皆さん。そうですね、ワンピースマガジン、そしてキングダム52巻。いやー、キングダム52巻買ったら俺はもうね、もう電子版のヤングジャンプも買いまくるんですけど、問題があっていつも俺はあれですね、お母さんのクレジットカードを使って俺のお金をお母さんはいってやってるスタイルなんで、普通に使えない、買えないんですよね。アマゾンで買い物ができないっていう。悲しいですね。お母さんどれくらい入院するんだろうな。下手したら1ヶ月2ヶ月くらいいっちゃうんだろうね。そしたらもうね、3万円は死守できないぞなあ。普通に全部なくなっちゃうよな。でも多分なくなるに俺は10万かけるよ。ないけど10万、超人強度10万かける。うん、俺は超人強度10万かけるだけ。なんで10万かけるんだよ。まあね、そういうことです。多分俺は3万円を死守できない。それくらい意志の弱い男でね、職に逃げると思いますが、やっぱご飯代って高いんよね。うん、お菓子代も昨日はもうお父さんも買ってきてくれたんですよ。優しいって思って、あ、ポテトチップスだってね、パパにしよう。気持ち悪いからパパの方が、パパが買ってきて嬉しいなと思ったら、一番うまそうなポテトチップス食われてましたからね。はぁって思って、なんで、えって思っちゃって、それ怒りでもう今日の朝もう買ってきてやろうかなと思ったけど、生活リズムぐちゃぐちゃなんで、昨日朝、今日の朝4時にね、寝て、大体何時だ ?8 時くらいかな、違うな、10時に起きるっていうのをやってまして。へーへーダンチ、ダンチ、
バンチブンブブン。でもなんか脳がしっかりと動き始めるのは起きてから4時間後とか言うらしいですね。はじめ社長が言ってたか知らんけど。だから俺は10時に起きたんで、この動画とか大体撮り始めたの2時なんですよ。ちょうど4時間経った時にやったんで、マジでね、本当にお父さんは大体いつも仕事に5時に行くから早いんですよ。これで住所バレてもうるせえなと思いますけど、まあだから1時とかに起きてないでね、俺はお父さんがいる時に嫌なんで、まあ、2時に起きなきゃダメなんですよ。2時にはぁって起きなきゃ、入ってろよこうやってはぁって、でその布団からこうなってはぁってことですよ、うん、布団こう掴んでて、これをはぁってやってあげて、いいよ素人のつまんないギャグは。自分でね、悲しいツッコミするな。やめろ、それ以上面白いことすなって、面白いことするなって、面白いことしてる 人見てじゃん。噛んだし、噛んだしってここでも言わない方がいいんだよな。その平然とこっから続けてる、これ時間で言ったら戻っちゃってる。でもどっちなんだろうな、みんなから見てるによってはこれが時間の流れのように進んでる、ああそっちでね、そっちに普通進むよねみたいな、進む感じだよね。一般的にはなんか時間が進むのってそっちの方向だよねみたいな感じでやってるかもしれないけど、こうだったら、いや戻ってんじゃんってツッコミが来るかもしれないな。わかんないね、多分大体逆だと思うんだけどね。パンツドゥーアロマンバージュ。まあね、ポテチ食いてえな。でも俺ポテチ食うときすごい焦りすぎて刺さるんですよ。ここなんて言うの、カハカハ、なんつんだ、上唇、上口にね刺さるんだわ。口腔内、上空上空、口腔内、上空、口腔内、口腔内、上空、口腔内、上空、上空、航空内、航空内、上空。すごいな、あっちに何かがいるみたい。何もなかったです。すごいな、もう雑談できないから動きに頼り始めたな。まあなんつうの、まあすごいポテチってうめえな、うめえ。なんかさ、じゃがバタポテチみたいなの置いてあったんですけど、もしそれが明太子とかだった時にね、あ、食ってくれてありがとうと思います。絶対明太子とかじゃないですよ。白のシンプルなパッケージは一番うめえ。そのジャンル、そのポテチシリーズの中で一番うめえ、あのポテチ、シンプルなポテチの色してたんですよ。うわー食いたかったって思って捨てられてて、なんで先生でーってさ、もう、でも俺はね、俺のなんだろうな、すごい時あったんですよ。もうね、自分のことしか考えないグルメエゴイストみたいなね、ご飯エゴイストの時があって、それを発動させてやってもいいですけど、優しさがなくなっちゃうんだよね。目についたらすぐ食べるみたいな、うん、いいんだけどね、まあ、そうしようかな、もう切れたから。お父さん仕事頑張ってんの、お前何もしねえだろって、うるさいな、ね、まあ、僕は生きるのが仕事なんで。いや、それは美人とか可愛い人とかイケメンが言うことな、うん、美人とか可愛い人とかイケメンはね、生きることが仕事です。まあその美しくいる、さらに美しくなる、かっこよくなる、可愛くなるのが仕事とも言ってもいい、もしくは維持それ以上なんですね。腰が痛えな、いやそんな求めんなよってね、全国のね、上級人間のね人たちがね突っ込んでおるでしょう。俺はどれくらいだろうな、まあ間違いなく中級に入れないだろうな。いや卑下するな自分を、俺は最上級人間だ。それもそれでどうかと思いますが、腰痛いな、あー腰痛いな、あー腰痛い、ということでね、腰が痛いんで今日のところはおしまいだな。お腹すいたし、じゃあね、バイバイ、ありがとうね、楽しかったよ。